目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
ぞ。おだ。お主、キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。
Thank you.
兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば、十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえば、どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか？ああ、誰ですか？族ではない。あなたは若様の？あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。族どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です、この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。お、肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしやお主族を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。
戻ったか。あれは夢なのか、それとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。ではな、また。久しくらいなら貸してやろう。狼殿、よく参られました。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか、あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。では、また。そこもと、それがしを、しからばまい。まだまだ、さらに。
そこもとよ。この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。え、旦那、覚えてねえんですか。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。ゼニだ話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございます。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。
忍びの道具の情報を教えて差し上げましょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る平田屋敷の押し入り、ボーってな調子で。持っている。え、それおいただいた銭を、旦那。これも平田のものだ。弔ってやらねば。クロウ様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね。変わっちまったな、アシナの戦も。
主と。はい。お主とクロウ様の幻を見た。幻。ああ、クロウ様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。では、また。